こんにちは、速稼塾のコブです。今回はね、いただいたメッセージについて、返信をさせていただきます。今回はちょっと長くなりそうなんで、お時間のある方はしっかり見ていただければと思います。よろしくお願いします。これはですね、視聴者さんからいただいた、今回までの経緯とかね、これから何を考えていけばいいのかってことのご相談でございます。それでは読みながら返信させていただきます。最初は、例のやつに入り、その他に、その時に他のトレードスクールに入り、さまざまな手法やダウ理論やエリオット波動やフィナボッチ指数、ギャン理論を学びやってきて、結構難しいところまでやってますね。1年頑張ったつもりでしたが、逆に、複雑に考えすぎてトレードで負けが続いており、中丸トレーダーの PDF とローソク足理論の未動をなんだこれは、誰ですかねこれ、という方の考え方を参考にトレードしております。私の知らないことをよく知ってますね。そして久保先生と同じドル円だと甘えてしまうと思い、 BTC 一本に絞ってやっていますが、勝率は良い方ではありません。はい、ここまでで返信させていただきますね。まずはね、例のやつに依存せずに他のトレードスクールをやり始めたのは、これはいいことだと思います。その中でダウ理論、エリオット波動、フィナボッチとかね、ギャン理論とかありますけども、いろいろ学ぶのも確かに大事なんですけども、私の手法っていうのはね、一つしか学ばずに、それで勝つ方法を考えて、勝てなかったら次のやつを学びに行くって感じです。シンプルに言って、逆打法さえ記憶してれば、もう大体勝てると思う。4対6ぐらいで勝てると私は思います。逆打法だけですよ。移動平均線も使ってません。その上で、勝ってるんだけども、逆打法が通用しない時もあるから、プラスアルファで移動平均線やろうかな、みたいな感じで1年かかってるわけなんですよね。で、1年頑張ってきたつもりですが、逆に複雑に考えすぎてトレードで負けが続いており、そうですね、これね、負けが続いてるってことは、どのぐらいの頻度でやったかっていうこともわからないんで答えにくいんですけども、学ばなくていいところを先に学んじゃってるのかなと思いますよね。で、中丸トレーダーの PDF とローソク足理論のという形ですけども、いろいろ学びすぎると時間もなくなっちゃいます。疲れると思うんで、まずはね、一つを完全攻略するのはいかがかなと思うんですよ。例えばゾーンの理論ですね。中丸トレーダーのゾーンってものだけを意識して、それだけを徹底的に120数ページのね PDF を読み込んで、そのゾーンだけを使ってどのぐらい勝率が取れるかなってことに一点集中するのはいかがかなと思います。たくさん学ぶとチャートを見た時にどれを使えばいいか分かんなくなるっていうことが混乱するの元だと思うんですよ。私の場合は、例えばゾーンしか分からない時、ありました。ゾーンしか分からない時って、チャートを見た時にゾーンが引けなかったら、その日はやらない、はい終わりでいいんですよ。無理やり今日も何かやろうと思うから、これまたね、妙な話になってきますし、いろんな理論理屈を知ってるから、見た時に下手に思いすぎてしまうんですよね。でそういう感じで、勝率が悪いということが気がついたようでしたら、1個を使ってやってみる、その1個を使い倒すっていうところから始めていけばよろしいかと思います。でですね、私と同じドル円だと甘えてしまうと思い、 BTC1 本ということなんですけども、私から見るとこの暗号通貨を FX に取り込むのはね、上級編なんで、勝ってない時に BTC とかボラティリティの大きいものとかね、あとね、かなりのファンダメンタルに左右されるんですよ。 BTC って急騰する時でズバーッと上がるじゃないですか。あれが危険なんですよね。あれ実力で取れるものではないんですよね。単なる運になってきます。運の要素が大きいんで、私は価格が安定しやすい、最も流通量の多いドル円とかね、そういったところから攻略していけばいいと思います。ドル円が勝てるようになってきたら、もはや何の通貨でもどんな相場でもやっていけます。そういうふうに考えております。よろしいでしょうかね。次、その中で、2次のトレードスクールを学ぶのか迷っておりますが、副業で入ってくるある程度の金額のものは未だに、例のやつのみでして、改めてセルフバックのことを詳しくご教授お願いします。はい、セルフバックのことですね。セルフバックのことを詳しくということなんですが、アカウントの取り方から解説すればいいんでしょうか。セルフバックの何が聞きたいのかにもよるんですけども、この辺をね、またメッセージいただきましたらお答えできると思います。セルフバックでやったことがあるよ、儲かったことがあるよって人は大抵ね、カードをちょろっとやっただけなんですよ。それセルフバックやったうちに入らないんで、何の質問も浮かばないと思うんですよ。まずセルフバックで、まあね、すごく優しく言って100件ぐらいはやってから、で分かんないところがあるとかね、利用規約見たんだけども、承認条件見たんだけども、ちょっと解説できませんとか、そういうところだったりんですけども、セルフバックのことを教えてくださいって言っても、なかなかね、どれを教えましょうかって話になっちゃいますよね。 A8 ネットだけしかやってないってことだったら、 AFB とかね、アクセストレードとかバリューコマースとかジャネットとかやっていただきたいと思いますし、スマートシーってのもまだね使えると思いますんで、そういうのもやってみてほしいなと思います。で、一番最初はファンクルですよね。私がおすすめするのは、速稼塾の特典のサイトに入ってますファンクルってやつはね、
使ってみることかなと思います。まあこれを言うとまた混乱しちゃうんでセルフバックに話戻します。セルフバックカードがないからもうないんだと思わずに1000円のものでもやってまで取り組んでみると、あと時間が経てば経つほどそのセルフバックの案件ってどんどんね予算がなくなっていきます。将来的にセルフバックって本当にねカードとか FX しかなくなってくる可能性もありますんで、資料請求もできるのは今のうちだと思いますし、ウォーターサーバーもできるのも今のうちだと思いますんで、できるやつをねやってみるってことをもう本当にね毎日1件でいいからやっていくっていう、セルフバックはね。で1年、もう経ってると思いますんで、1年間でセルフバックはね300件ぐらいできてると思うんですよ、セルフバックを徹底的にやってたら。で多分これからやるんだったら、今までやってなかったんでこれからやるとしたら、やっぱりね、1ヶ月で100件っていうのはまあきついと思いますんで、きついって言ってもね やった方がいいんですけども、うん、まあ1週間で10件セルフバックをやってみるみたいな予算を自分で立てて、本当にそれが攻略できるのか、自分の時間とか精神力っていうのはどの程度のものなのかってことをまずね試してみていただいて、それからねご相談いただければと思います。セルフバックに関しましては、まず今日からね1週間、1日1個でいいんで1週間以内に10個やってみましょう。何でもいいんで、で分かってきます。だんだんやったことがないことをやるってことで分かってきます。何につまずくのかってことも分かってきます。何が分からないのかということも分かってきます。でその上で、この案件に対してこのように考えてこういうふうにやってみたんですけども、どうだったでしょうかみたいなのはお答えできるんですけども、セルフバック教えてくださいっていうのはどの段階から教えればいいのかなってことをまず頭が痛いんでね、セルフバックの概念を最初にねお伝えすればいいのか、A8 ネットっていうのは AFB っていうのは何ですかね、ASP っていうのはどういう意味なのかってことからやればいいのか、まあ皆目わからないんでこの辺すいませんけどお願いします。で次です。お嫁さんがね今流行るの Vlog で YouTube をしているんですが、久保さんなりの見解いただけますかということでチャンネルを見に行きました。これはね YouTube をやってるとは言えないです。これは申し訳ないですけども、チャンネル登録者数が少ないのはしょうがないとして、動画作ってなさすぎますね、これはねこの本数で評価はできないですね。で少なくとも300本ぐらいできた段階でいろんな動画をその中で見させていただいて傾向と対策っていうのは立てていけると思います。であとチャンネル登録者数についてですけども、これはね増やす意思が感じられないですね。その35とかいうのは35件でしょ。だから自分の職場の人とか普段会う人とかね、で親戚とかそういった人に登録してもらえないようなものはやっぱ登録してもらえないですから、 YouTube やってんだけどチャンネル登録してねっていうふうに目の前の人に頼むところから始めていっていただきたいと思うんですよ。現在ねミスターマイアミって方が先月から速稼塾入られましたけども、この方のね戦略ってのはまさに私の言ってる通りにやってるんですよ。これを参考にしていただきたいと思います。本当にねご飯食べに行ったらそのご飯を売ってるっていうか、ね、そのお店の人に僕 YouTube やってるんですけども、ここのお店紹介していいですかってお話して、そしたら喜んでくれたんでチャンネル登録その人にお願いしてるんですよね。でそうすると食事に行くたんびにチャンネル登録が1件ずつ増えて自分の視聴者さんが増えるよねって話してるんですけども、本当にそれをすることなんですよ。それが一番最初の YouTuber としての第一歩ですよね。動画をいっぱい作ればなんかね視聴者が勝手に増えてくるんじゃないかなっていうところもまあ分からないでもないんですけども、それにしてはちょっと動画の数が少なすぎて、動画の内容とか質なんていうのはちょっとねその次ですから、まずは動画を作りましょう。これはちょっと少ないですね。これ300とかね少なくとも300になってから評価をちょっと出していただきたいかなと思います。もしかしたらこれほど少ないってことは YouTube 作るのが苦痛と感じてるのかもしれないですよね。で苦痛を感じてるんだったらやんない方がいいです。YouTube するのが大好きでしょうがないっていう、止められてもやりたくなっちゃうんだっていうのね、そんな人しかうまくいかないです。儲けるために YouTube やってもうまくいかないんですよ。 YouTube が好きだから YouTube やるみたいなね、収入がなくてもやるぞみたいな人しか残らないと思いますんで、まあねお金のために YouTube ができる人って相当な精神力だと思いますので、もうちょっと動画をねたくさん作ることをお勧めしてみてください。話はそれからです。で今後別チャンネルで投資系などを一からやってどこまでいけるか的なチャンネル開始をしていこうと思いますということなんで、これを書いた瞬間にもうねやってないといけないんですよ。今後やっていこうと思いますって言った瞬間、今後っていうのは5秒後に来ると思ってください。だからチャンネルでね投資系のことをこの動画を見た後すぐに解説してもらいたいと思います。そしてそこでですねご自身のトレードを毎日毎日アップロードするわけですよ、私がやってるみたいにね。それで実力がついていきます。はい、また反省としてはトレードを学ぶばかり
久保さんの動画を見なかった時期があり、他のことを考えない凝り固まった考えになりがちだったり、他のことも同時にやりたいことを、言い訳し進行せず他に稼ぐことができているのが現状です。そうですね、今ずっとお話したことがまずできてから稼げるかどうかなんですよ。本当にね、申し訳ないというか、これしょうがないことなんですけども、まずは稼ぐためには素養が必要なんですよ。自分が持って生まれた能力ですよね。持って生まれた能力って何かっていうと超能力じゃないんですよ。自分の体力とかね、見識とか、何が気になるかというか、何が好きになるかっていう、こういうふうな趣味嗜好のことなんですよ。であとは後天的な努力によってそれを強制することもできます。好きでもないことを努力によって、好きに持っていくってことは結構できたりするんですよね。で、苦手意識を持たないってことも自分の精神力をコントロールすることによってできていきますんで、その力量が上がっていくんですよ。で、そういうふうに素養と努力が組み合わさって最後に来るのが運なんですよ。きちんと正しくやったんだけども結果が出ませんでした。これはね、運のなせる技なんですよ。これはね、仕方がないことだと思います。自分のトライしたいジャンルがすでにね、誰かによって占有されていたりとか、自分がやってることが新しいんだけども新しすぎて人がついてこなかったって、これも運だったりするんですよね。そういうこともありますんで、なるべく運を確率を高めるように行動するために、チャンネル登録者数を運任せにするんじゃなくて、目の前の人にこれチャンネル登録してよって感じでね、それでもその人が登録するかどうか分かんないじゃないですか。運任せじゃないですか、そういうの。だからそういった形で進めていっていただきたいと思います。で、何が言いたいかっていうとですね、反省点ですよね。このトレードを学ぶばかりで私の動画を見ないことが反省点だと思うんだったら、他のことをやめて私の動画を見るところからまた第一歩始めていただければと思います。特にですね、今回私の動画を見て気持ちが動いたからこういうメールをね、くださったと思うんですよ。ここに正直になることですよ。ここにね、だからなんで自分は あれこんなメール書いちゃったのかな、なんで打ち明けようと思ったのかな、なんでもう一回やり直そうと思ったのかな、それは私の動画を見たからだと思うんですよ。これが答えですからね。私は人の気持ちを動かすように動画を作ってますんで、気持ちが動いていく、どっちに動いていくかって言ったら、稼げる自分になっていくための気持ちを動かしてるんですよ、私はね。はい、ですので本当に昨日の動画は初心を思い出すことになり、新たなパワーが蘇ってきました。ありがとうございます。いや、とんでもないです。恐縮でございます。でもこういう動画をね、ずっと出してるわけなんですよ。だからずっと見ていただいたら、もっともっともっとね、初心を忘れないで突破していったものができたかもしれないですね。はい、また奥さんにプレゼントされた会社の仕組み、ありがとうございます。先ほどこうやって書類が届きまして、定款が入ってましてね、こうやって書類ができて、で、印鑑もこうやって顧問の先生に作ってもらいました。こういうふうにね、3本、大体法人作ると3本もらえるんですよね。まっさらな会社、本当にね、いい会社にしていくぞって感じですけどもね。まあ何もやらないんですけど。はい、あの中のトレード、海外講座、例のやつの投資などの仕組みもできるよう、もっともっと努力し稼ぐようになりたいので、いろいろと教えてほしいです。はい、何でも来てください。私は不得意分野ありませんので、全ての質問にすぐ答えることができます。で、8月11日のセミナーを申し込んでいますが、インドネシアで銀行口座開設は今年中に行う予定です。もしね、インドネシアに行く際には、できれば私と一緒に行きましょう。まあ、私が行くのは来年になりますけどもね。で、今年行くようでしたら、もう一人の藤井が同行するのかなと思いますんで、今年中にやりたいよってことでしたらね、ぜひね、私は直接ご一緒できないですけども、私といつも行動を共にしている者が一緒に行きますんで、ご安心ください。で、一つ確実に進みたいとは思っていますが、トレードスクールは費用的なものがありますので、今はどうすべきか考え中です。ですので、まず最初にセルフバックを中心にいろいろ教えてほしいです、ということでお便りいただきました。はい、じゃあセルフバックをすぐ始めて、そしてやったことを人に教えるっていうところをやってみてください。これが今回ね、私からセルフバックのトレーニングに対して、ミッションね、お出しさせていただきます。第一歩になります。セルフバック、自分ができたことっていうのは人に説明できるレベルでできたっていうところになって、できたと言えるんですよね。で、もしね、セルフバックをやってつまずくようなところがあったら、どこでどうつまずいたのかを私の方にご相談ください。そしたらそのピンポイントで、ね、私が返信させていただきます。では、以上でございます。よろしくお願いします。